はい、どうもひろむの YouTube チャンネルひろむでございます。本日は久々にチャンネル紹介をしておこうかなと思います。チャンネル紹介をするっていう感じの企画をね、たまにやってるんですけども、 HRT ファミリーとは何ぞやということでね、皆さん何だと思いますか？はい、自分が過去に紹介したチャンネル、もしくは親しいチャンネルがチャンネルを紹介して下のリンクに毎回貼るという、まあ、謎の企画みたいな感じになってるんですけど、過去に紹介させていただいたチャンネルは全チャンネル下にねリンク貼ってます。実は毎回貼ってます。すごいでしょ。はい、で今回も HRT ファミリーという感じで新しいチャンネルが追加されます。イエイ。ということで本日は牛院徳川さんの紹介でございます。はい、ということでね、ちょっとね、俺もともとこうやって敬語で喋っとるから、ちょっとやめとこう。ちょっとね、バカにしよる感じがあるけど、ほんまに言うて、あのな、言うていい、俺もともと関西の人やって言うても四国やという感じでね、牛院徳川さんなんですけど、ちょっと今日は牛院徳川さんも結構関西弁に喋られてる方なんで、ちょっと俺も敬語を外してね喋っていこうかなと思います。新しいやろ、俺ないやろ今まで。ちょっと喋っていくけど、牛院徳川さんってね、ってなーとかおかしいな。牛院徳川さんどういう方かというと、マイクとかカメラとかね、まあもともとデザイナーの人なんやけど、カメラとかめっちゃ詳しくてめっちゃ好きやらしいの。でそのカメラね、いろんなの持ってるんやけど、俺がなんで初めてその牛院徳川さんを知ったかというと、オリンパス EPL6 にマイクをつけたかったんよ。でマイクをつけるには何が必要なんやろと思って探しとったの。 EMA1 っていう外部端子がオリンパスから出とって、でそれの開封レビューみたいな、そういうのを牛院徳川さんで知って、あ、この人めっちゃ分かりやすいやんと思って、でそうやって牛院徳川さんを知ってチャンネル登録して、で過去の動画、それで最新の動画も全部は見てないけど結構半分以上見て、めっちゃ面白い、めっちゃ分かりやすい、めっちゃおしゃれやなこの人って思って、そういう感じでハマっちゃいました。はい、はい、ということで本日は牛院徳川さんなんですけど、すごいおしゃれ、本当に、あ、ちょっと後で見てもらうんですけど、本当におしゃれな雰囲気でございます。映像が、背景もほぼ茶色に統一されてる具合で、部屋がねもうすんごいおしゃれ。まずで照明もねいい感じに当たってて、しかもBGM が心地いい感じに入ってきて、ぶっちゃけ言うて寝れます本当に。過去に俺も寝たことあります、牛院徳川さんの動画見て。はい、それくらい心地いいです。では早速見ていただきましょう。ISO 感度はどちらも最低レベル、GH3 の方はね、最低の ISO 感度が200、G6 は最低がね160からあるんですね。はい、200になりますね。はい、こちらは、GH3 はまだ200のままとどめておきます。250、320、500、640、800、1000、1250、1600。はい、ね、こんな感じなんですよね。これね、ちょっと今日面白いことしてるんですね。この今、これ GH4 の画面を今見ていただいてるんですけど、これモニターの表示をね、見ていただいてるんですけど、この GH4 の、HDMI アウトからですね、ゲームをキャプチャーするためのキャプチャーデバイスなんですけどね、これを通して、直接この GH4 の出力を直接 MacBook Pro の方に、キャプチャーしているという、ね、
そういうやり方でちょっとこの動画を作っています。声から、ちっちゃい声から、はい、あんまり大きな声で喋ってもね、これ近所迷惑なんで、はい、ちっちゃい声からだんだん大きくしていって、だんだん大きくして、おはようございます、おはようございます、ギュイーン徳川です。皆さん元気ですか？どう？声歪みました？大丈夫？まあこんな感じですよ。こんな感じね。はい、どうですかね。ちょっとね、深夜になってしまったんですけども、だいたいカメラとの距離が、まあ30から40メートルぐらいは離れてると思うんですね。はい、という感じでございました。で、途中であったと思うんですけど、ルミックス GH4 の紹介映像があったと思います。で、そのタイトルがパナソニックルミックス GH4 の機能を一緒に見ようぜ、フラッグシップ機の中身をキャプチャーで紹介、その1っていう動画なんですけど、新しい見せ方ですよね。普通 YouTuber の方はカメラの紹介するとき、まあ例えば今は iPhone でやらせていただきますけど、カメラの紹介するときって多分こうやって、ここはこういう感じです、で、こうやってこうやれば写真になります、では撮ってみましょう、はい、みたいな感じだと思うんですよ。でも牛院徳川さん、まあこれが毎回やってるってわけじゃないんですけど、この時はこの時だけ初めてやったみたいなんですけど、そのカメラの今自分が見てる人しかわからない情報ってあるじゃないですか。例えば今こうやって映像を見てると思うんですけど、今ここに自分のね、顔にその追尾オートフォーカス、追尾フォーカスの四角がついてるんですよ。今動画撮ってる時ちょっと見せましょうか。はい、でちょっと今隠れちゃったけど、どこや、ここ、顔にねちょっと赤いやつがついとると思うんやけど、それが追尾、今緑に変わりました。こういうのがねあるんですけど、これをもうそのままキャプチャーしてるわけですよ、牛院徳川さん。すごくないですか、新しい発想ですよね。絶対他の YouTuber ってそういうことを考えないと思うんですよ。やったことある人いるんですかね。俺は見たことないです。オリンパスとかなんかよくあるじゃないですか、家電量販店に行くとカメラのディスプレイがそのままテレビに映ってて、あ、これ映りたくないみたいな、よくあるじゃないですか。それが、それを録画してるんですよ、パソコンで。新しいですよね、それを。そういう発想が素晴らしいと思います。はい、で、編集もおしゃれ、そういう感じでございます。いいっすよね。で、この人本当にもしかしたらなんですけど、今年、来年あたりが一気にチャンネル伸びると思うんですよ。ちょっと俺もわかんないですよ、それは本当に予測なんですけど、本当に伸びる気がします。こんな YouTuber 初めて見たっていう感じなんですよ。はい、しかも説明がすっごくわかりやすい、初心者の俺でも、あ、なるほどって思う時はたくさんあります。それくらいわかりやすい説明で、おしゃれで、めっちゃ雰囲気も良くて、すごいいい人なんですよ。はい、皆さんもチャンネル登録して見てみてください。牛院徳川さんすごいおすすめです。ということで、牛院徳川さんのチャンネルは下に貼っておきます。ぜひぜひ気になった方見てみてください。そして今回、そして次回からは HRT ファミリーという形で、まあ勝手に俺が入れてるだけなんですけど、下のね概要に毎回貼られるという感じにさせていただきます。ちょっとね、すいません、そういう感じにさせていただきます。はい、ということで以上、ヒロムの YouTube チャンネルヒロムでございました。次回からね、また通常運転でちょっとやらせていただきます。久々にね、ネタ動画とかやろうかな、部屋紹介とかしようかなという感じでございます。頑張って今年も動画投稿していきます。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。はい、ということでエンドロールです。ほんまにいいよな。俺ね、牛院徳川さんの動画見て GH3 か GH4 がほんまに欲しいと思った。だって
多分あれってオリンパスと共同開発しようから M 随行シリーズ多分ね分からんけど、ちょっと俺もほんまにカメラのこと分からんけど、これ使えると思うよ。このオリンパスの今持ってるレンズとか知らんよ。 M 随え M 随行分からん。マイクロフォーサーズ、マイクロフォーサーズ多分それの企画に入ってるんで多分使えるのかな、わかんないですけど、そこのとこちょっとまあ使えなくても使えてもいいんですけど、とりあえず GH4 とか欲しいなと思いました。はい、いつか買う日が来るんじゃないかな。でもね本当にこう薄すぎてもいらないんだよね。結構ある程度の軽さ、ある程度のごつさが俺を求めてる。で今映画作ってるしな、見た走る男予告編、まあ特報ですけど見ました。見た方ぜひコメントとかくださいな。はい、本当にそれに向けて今必死に脚本を練って、こちらの動画に顔をあまり出せないんですけど、そういう感じでね動画投稿はまた暇な時にやっていくんで、暇な時に空いてる時にやっていくんでよろしくお願いします。そういう感じでね、こういう機材とかまた新しくね増えてるんでね、今も新しい機材を使ってるとこなんですけど、本当に使ってるよ全部、買った3つ全部使える。まあそういう感じでまた紹介していくんでよろしくお願いします。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。2回目だ、行ったのは2回目だ。バイバイ、お疲れ様です。